乃木坂か46が、12月6日に3、フォースシングル、モノポリーをリリース。モデルプレスでは3期生の向井葉月、向井葉月、24にインタビューを実施し、初の選抜メンバー入りを果たしたことへの思いや、アンダーメンバーとしての活動で得たもの、さらには、多くの経験を通して見つけた、夢を叶える秘訣について語ってもらった。向井葉月、初選抜入りへの思い語る。 2016年9月にグループに加入してから7年18作目にして初の選抜メンバー入りを果たした向井さんまずは選抜メンバーとして発表された時の心境から教えてください向井名前が呼ばれた瞬間は嬉しさより不安がかってしまって選抜メンバーに選ばれた時は嬉しさが勝つと思っていたので自分でもびっくりしました でも、不安が勝ったのは、今まで頑張ってきたからこそだと思うし、その分プレッシャーを感じていたんだと思います。これからはそのプレッシャーに勝って、自分が7年間やってきたことを、8年目にして、いろいろな人に見せていきたいです。 選抜発表後のブログでは、アンダーで活動している7年間、いろいろな心境の変化があり、私を大きく変えてくれたのは、アンダーライブでしたと、胸の内を明かしていましたが、明確に意識が変化した時期や出来事はありますか向井、2020年に、日本武道館で開催した、アンダーライブ2020、12月18から20日の3日間開催、の時期が大きいと思います。このライブは、 コロナ禍の自粛期間を経て開催したのですが自粛期間中に自分の活動について見直したことでこれからはこういう風に活動していこうという軸ができたというか私はそれまで「アンダーライブは悔しいものを表すライブだと。 思ってしまっていたのですが、アンダーライブはパフォーマンスを力強く見せる場所だと、自分の解釈を変えられるようになって、その部分を極めていくことに意識が向いていきました。アンダーとしての活動で得たものを、今後どのように生かしていきたいと考えていますか向井、アンダーとして、たくさんの経験を重ねてきた中で、自分の見せ方や踊り方を研究してきたので、選抜の活動でも出していきたいです。 それに、周りを見る目も鍛えられたと思っているので、選抜に入っても、周りを見ながら楽しく活動するということは、忘れずにいたいなと思っています。向井葉月、4期生、&5 期生にかけたい言葉は、3期生の皆さんは、現在、最上級生として、グループを先導する立場になりました。4期生、5期生の皆さんに、ご自身の経験から、アドバイスをするとしたら、どんな言葉をかけてあげたいですか 向かい落ち着いていれば大丈夫という言葉です私はたくさん失敗をしてきましたがその失敗を塗り替えられるのは今の自分しかいないと思って進んできたので成長していくことができれば大丈夫だと思っています直接落ち着いてということはないかもしれませんが私が昔の自分に言ってあげたい言葉が落ち着いていれば絶対大丈夫だよなので みんなにも伝えてあげたいです向井葉月が悲しみを乗り越えた方法をモデルプレスの読者の中には今さまざまな不安を抱えている読者がいますそういった読者へ向けて向井さんがこれまでの人生の中で悲しみを乗り越えた方法を教えてください。向井私は悲しいことがあったら 悲劇のヒロインのような気持ちで考え込んでしまったり落ち込んでしまったりするタイプだったのですが思い切って笑うようにしたら意外と前を向けるようになりました病んでしまいそうな時こそおしゃれをして外に出て歩いたりすごくカッコつけてみたりすると気分転換にもなるので最近は数時間でも一旦悩むことをやめる時間を作ることを大切にしています それに、みんな自分より落ち込んでいる子を見ると、大丈夫と、心配してしまうと思うので、だったら、自分が明るくいれば良いんだと思いきるようもなりました。向井葉月の夢を叶える秘訣、モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、向井さんが今思う、夢を叶える秘訣を教えてください。向井、ちっちゃい夢や目標いっぱい作ることかなと思います。 私は小さいことでも乗り越えられるとすごく嬉しいんです。早くお風呂に入ろうとか、寝起きをよくしようとか、かっこ笑い日常の小さなことだとしても、達成できるとすごく幸せな気分になれるので、おすすめです。普段から、夢ややりたいことは、何かに書き出したり誰かに話したりしているのでしょうか。向井、昔から手帳に書いています。ちょうど、昨日、 今年の初めに書いていた夢を見返していたのですが、年始に書いていたことはほとんど叶ってはいなくて。でも、それは今とは考え方が違うだけだとも思いますし、一年間の中でも成長できたことも分かったので、書いていてよかったなと思います。